投げたいボールとキャッチャーの出しているボールが違うんでしょうね。はい、外のボール、ショート正面です。ショートはレイちゃん。阿部が打ち取られました。ないかなと思います。はい、ボールが先行しています。見ました。フォアボールで歩きます。糸井。糸井が大きなリードを取っています。もう一度早い牽制が来ます。そうやっていくうちにだんだんやっぱりこうどうしてもキャッチャーは走った時にセカンドでなんとかこうアウトにしたいという思いがあれば投げるのはストレート系と、はい、まあ、で長野君がそれを一二塁間に打つと一三塁という理想の形にしていきたい、ね、していきたい、はい。ここでスタートを切る長野は打たない。高めにボール外れた。悠々盗塁成功です。まあ、古田さん、はい、やはり今ぐらいの感じでいけばもう糸井の足であれば十分というところですね。このスタートです。さあワンアウト二塁、先制点のチャンスをつかんだ日本です。まあ、やはり先制できなかったことが苦しいゲームにつなげての実績は十分です。あっと打たされた。ツーアウト。ちょっとね手が出ちゃうんですよね。手が出てしまう、まあ、はい、本来バットコントロールがいいんでね、ある程度のところまで打てる自信があるとはいえね、昨日からもそうなんですけど、ちょっとボール球にね、開幕戦ではスタメン落ち、そして出番はありませんでした。2戦目でやってきた WBC デビューの打席です。引っ張っていく、三遊間破った。糸井は快速、すでに三塁を蹴っている。日本の逆大砲中田翔が打ったタイムリーヒット、1点先制。今日は日本先手を取りました。そして中田がやってくれました。野手最年少23歳中田の一振り。いや、この大舞台で結果が出ました。中田です。今のバッティングです。高めのボールでしたがしっかりと三遊間で、まあ、難しい球だったですけどね、はい、そうですか。どちらかというとね、最近中田君ね、はい、遅れ気味だったんですね、いわゆる差し込まれ気味だったんで、はい、今の1球目もね、1球目に振り遅れたファウルを打ったんで、まあ、ちょっと修正してポイントを前にという意識があったんでしょうね。この阿部キャプテン2回途中で31球、日本の前田健太は2回をわずか18球で抑えています。低め、おっとこれは足に当たりましたね。デッドボールです。稲葉デッドボールで出塁です。2アウト2塁1塁に変わります。まあ、特にやっぱりこう、はい、点をなるべく与えたくないと思っているはずなんですよね。フルカウント2アウトです。ランナーはスタートを切ります。ここはよく見ました。繋いだフォアボール満塁です。まあ、バットを出したくなるところなんですがグッとこらえた松田、まあ、うまく止まりましたよね。はい、はい、できました。もうここはもうストライクだったらもうどんどん振っていっていいですね、はい。ライトに上がった。これは定位置。ライトしっかりボールを掴んでいます。中田の先制タイムリー。日本が1点を取りました。